マリサさん、夏といえば何を思い浮かべますか？改まって考えると簡単に出ないが、やっぱりまだ何も言ってないし、この質問甘いとか注意されることあんの？現代人にとって夏は第一にタピオカ。何でも飲めるだろそれ。第二にテロリストゾンビなのである。待って、どの世界線の現代人？ということで、硬派系 FPS であるインサージェンシーのゾンビモードをやっていくレイムです。マリサだぜ。ついに来ちゃいましたか、このモード。去年からあるからね。マジレスやめてよ。マジレスというか、ただの嘘の暴露。このモードではナイフを持って突っ込んでくるテロリストゾンビを倒すというものです。死んだ後も任務を遂行するテロリストの鏡ですね。最悪だな。彼らに鉛玉を食らわして森に返してあげましょう。あの世に返してやれよ。森は万物の源でしょ。独特の死生観見せないで。皆さん、このゲームをよく見てください。マリオかよって思いますよね。どこ見ればよかったんだよ。実は本編と同じように、なかなか硬派というのも、目標拠点を占領するまで死んでもスポーンできないんです。絶対死ねないわけだな。プレイヤー最大8人参加できるんですが、全員死んでしまうと最初からやり直しです。さらに特殊ゾンビもたくさんいるので、緊張感マックスで非常に楽しい。ゾンビモードということで、武器のアタッチメントもドラムマガジンをつけてます。普段は絶対つけないな。ということで、陣地占領。今度は占領した陣地を守らなくてはいけません。この防衛戦が非常に激しい。早速向かってきてるな。まだリロード終わってないんですが。誰に切れてんだよ。味方さん、ナイスアシスト。私ももっと撃ちやすいところに移動しよう。一番ヤバいやつ来た。暗い暗い、危ねえ。もう一人来てないか。うわマジじゃん。絶対逃さない。あとは味方に任せた。もうこいつゾンビの味方だろ。よし、一通りキルしたかな。さっきの赤い火をまとった白いやつは瞬間移動ができるんだよね。だから簡単には倒せないし、裏に回ってきたりしたら一瞬で総崩れになる可能性があるってことか。割ぐらい合ってるね。逆にどこが間違ってたのかめっちゃ気になる。次のウェーブ来た来た。特殊なやつは早めに排除。くらいくらい。味方司令官が重要な場所に支援攻撃してくれたみたい。ちなみにゾンビはナイフを持っているから、こちらはほぼ一撃で死ぬので要注意。ゾンビなのにナイフを使っているのか。他に火炎瓶や自爆ベルトとかも使ってくるよ。ゾンビの定義壊れる。ちなみにその火炎瓶は本当に注意。圧倒的予知能力でこっちから動かなかったら 100% 命中する。それ怖い。だから屋根がある場所にいた方が圧倒的に避けろ。おお、下手くそね。火炎瓶を避けるなんて日常生活の一部だ。何その地獄みたいな生活。お前らの前には入れ。おいこらやめろ。ちょっと味方さん助け。敵は8人だな。ゾンビ側に寝返るな。この炎の臨場感すごいね。体燃えてますよ。ターミネーター2の真似だから。完成度低く。こっちから銃声が聞こえるぞ。3人で撃てば怖くない？ちょっとかわいそう。常に視界が広いところにいないと急に襲われるから注意。お前らの動きは丸見えじゃ。 CPU ゾンビ相手に生きらないで。爆発物発見。今から安全に処理を行う。なぜ火炎瓶を投げたのですか？空爆させるためです。安全に処理する話どこ行った？急にゾンビがいなくなりました。世界は平和になったのだ。ゾンビがいなくなっても争い事は消えないだろ。平和がちでいたと言ってる間にゾンビ来やがったの？味方が対戦車ライフルで一掃してくれたな。国際法違反だろ。絶対味方にいてほしくない。めんどくさいやついた。ちなみに対戦車ライフルで人を撃っちゃいけないっていう国際法はないらしいぜ。それじゃ私がにわかみたいじゃん。にわかなんだよバカ。お昼寝中のゾンビもしっかりします。走っている子もしっかりします。立っている子もしっかりします。なんか急に壊れたんだけど。たとえゾンビといえども殺すのには抵抗があるから、人間の子を扱うようにして心の平穏を保ってんだよね。心の落ち着かせる方法の方がよっぽどサイコパス。おそらく防衛戦が始まると思うので、ここでつよつよポイント教えてあげます。名前が弱そう。正解はこの階段の裏。質問された記憶がないんですが、あれうまく入れないんだけど、よし入れた。絵文字の画質が悪すぎて崩壊しているんだが、著作権対策で確かに対策になるかもしれないが、もはや何の表情かわからなかったよ。このポジションがどう強いのかは一目瞭然。ゾンビたちは乗り越えるという動作ができないので上に登っていくんです。思っている以上にめたいことだった。ということで無事占領完了。戦闘もかなり終盤か。ソーシャルディスタンス守れよ。よく降ってきてることに怒れ。おそらくあと3拠点ぐらいでゲーム終了かな。2拠点目も安全に制圧しました。安全とは程遠いな。こういう長距離から冷静にゾンビを射撃するゲームはインサージェンシーぐらいじゃないかな。絵面がリアルでいいな。やっぱこんなシーンを見て日本人思い出すのはワールドウォーゼットの原作ですよね。原作って何？ウォーキングデッド的なのが来るのかと思ったらめっちゃ怖なやつ来たんだけど。ゾンビが壁を登る映画ありましたよね。その原作小説で。それで伝わるのマジで一部だからやめとけオタク。ゾンビの頭をかき割るハンマーは最高でって、それはロボトミーくんやろがい。暴走してんじゃねえか。後ろから回ってきた敵もしっかり撃破。射撃音が聞こえなかったんですか？あ、それエフェクト死ね。なんだかんだラスト拠点に突入。とりあえず落ち着いて射撃。なり重なってたみたいだな。まさかマウント。どこ聞いてそう思った。てか右にゾンビめっちゃいるじゃん。ちなみに燃えているゾンビを倒すとその場に火炎瓶を。待って、これ真後ろにゾンビいるわ。鳥いっぱい準備しておくぜ。勝手に競争しないで。よし味方さんがやっ。また裏切られました。誰にだよ。マリサに。私とバッチリすぎない？しかし最終防衛戦、ここで死んだらスポーンできないので絶対死ぬことはできえ危ねえ。さっきの夢だった。なんかマップが全く違うように見えるんだけど、異世界転生でもしたの？私みたいな人間はあんな風に追われるわけないじゃん。いや責任だっただろ。その反応合ってる？だから違う試合の終盤に移りました。ちなみにさっき使ってた AKM は時空の狭間に引っかかっちゃったので、新しい M249 を持ってきています。時空に置いてかれた AKM くんかわいそうというより、これどういう世界観？ちなみに LMG とだけあって1回に200発撃てる優れもの。機関銃を腰ダメで乱射できるのも他のゲームモードではできない楽しい点かな。いろんな人と一緒に進軍中。大ゾンビマルチでプレイヤー8人って結構珍しいよな。ラッキーセブンだからかな。
もうこんな野蛮人と話すの嫌なんだけど、れっきとした文明人だから、頭叩いてみてよ。文明開化の音がするから、ライフル持ってくるわ。あれなんかヘッドショットしようとしてない？しかし、新しいゲームになった以上、簡単に死ぬわけにはいかないのだー。嘘でしょ？もちろん嘘です。今からでも勝ち通せると思っている自信がすごい。それでは最終防衛戦やっていきます。弾幕はパワーじゃ、命の源だしな。それ前も言ってなかった。5.56 弾美味しいか？うめぇ。何やってんだよ。向こうの真似で射撃して給仕するな。むむ、今日殺法、私の裏を取るには100億年早いわ。通常の生命体じゃ無理そうですね。持ち場にささっと帰還。お前も裏取りしに来たのか。こっちが正面なんだよ。この貧弱な守りを貫けるかな。軟弱な。なぜわかったし、毒ガス対策にガスマスク装着。よく自陣にガスやスモーク攻撃されるけど、これってゾンビ側がやってるのか。100時間くらいプレイしている私から言わせてもらうとわかりません。無理な100時間だな。ただおそらくゾンビ側が撃ってきているのかな。でも認めちゃうとゾンビにも文明があることになるので否認します。本当に優秀で優しいのは人間ではなく、しっかり文明を持つゾンビなのかもな。毒ガスぶち込んできている時点でそれはないよ。ガスで全然見えないので適当に撃ってます。死ぬほど痛い。撃ち続けろー。弾薬が減らないチート使ってるからヘッチャラだぜ。本当に冗談で数砲しちゃったわ。早くない？おやおや、外からヘリコプターの音が。通常マッチ同様にヘリも呼べるんだな。そんな感じ。リロード完了。これで500人は倒せるぜ。弾薬200発しかないんだけど。ヒント、貫通キル。無理があるわ。お、ヘリが攻撃してるじゃん。敵ゾンビ一網打尽にしてて好き。わかる。つかの間の休憩。次のウェーブまで1時間かない。地獄すぎるだろ。あと1分40秒守りきれば勝ちみたい。どうせだし前線に銃を構えよう。手間ってめっちゃ来てんじゃん。最後尾まで下がりました。これは恥ずかしい。そういえばまだ見てないけれども、真っ黒色のやつがゾンビにいて自爆攻撃してくるやつがいるんだよね。普通のテロリストと変わらないな。でも狭い部屋にいると全員即死とかありえるから怖い。携帯で起爆するからアラーム音みたいのが聞こえたらしを覚悟する感じです。マリオみたいなもんですね。最初も思ってたけど、お前のマリオのイメージおかしくない？というか今気づいたけど、めっちゃゾンビ来てる。めっちゃ硬いやついるな。走行ゾンビ知らないの？絶対日本の常識じゃないだろしね。入り口からこの部屋に繋がる一本廊下、ここを押さえておけば勝ち確定でしょう。めっちゃ容赦なくてくさ。ちなみに見えてるかはエコはわからないんですが、レーザーサイトで狙ってます。他のゲームだと結構飾りだけど、やっぱり狙った場所に当たるっていうリアル感が良いよな。そうかな。全力で肯定したのに何この微妙な反応。左側では大激戦が繰り広げられてて怖い。今誰か逃してなかった。何それお化けじゃん。自分のミスを幽霊に責任転嫁するな。こっちには火炎瓶投げて左の援護に回ろうかな。今機関銃手が援護余って、その音はヤバいって。大勝利。この負けじゃねえか。自爆ベストで全滅したところで、今日はここまで。毎週金曜日に動画を更新してますので、よかったらチャンネル登録してください。それでは、ご視聴ありがとうございました。